ゾッコンウチナアスリート。皆さんこんにちは。ラジオ沖縄アナウンサーの杉原愛です。この番組は学生スポーツからプロスポーツまで県内で活躍するウチナアスリートを全力で応援しようという番組です。毎月最終週のこの時間は女子サッカーチームビクサーレ沖縄 FC ナビータを応援するゾッコンナビータのコーナーをお送りします。今日も15分間お付き合いください。ビクサーレ沖縄 FC ナビータは2006年に設立されたサッカーチームで、トップチームは現在九州女子サッカーリーグの一部で活躍しています。ナビータは昨シーズンリーグ戦を通して無失点だったものの、得失点差で1点及ばず2位に甘んじた悔しさを今シーズンにぶつけています。そして今シーズンは4月に九州女子サッカーリーグが開幕。ここまでナビータは10試合を戦い、5勝4敗1引き分けという戦績です。今月16日に行われたベルスパ大分戦では3対0無失点でナビータが快勝。厳しい暑さの中でのゲームとなりましたが、久々にホームで勝利を挙げることができました。今週はこの試合の勝利にも大きく貢献した選手にお話を伺いました。こちらのインタビューをお聞きください。今月のゾッコンナビータはこちらの選手にお電話がつながっています。それでは自己紹介お願いします。はい、ビクサーレ沖縄の FC ナビータの11番小島千明です。ミッドフィルダーです。よろしくお願いします。はい、小島選手、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、まず早速なんですが、今月の16日に南城市で行われたベルスパ大分との試合、3対0で見事ナビータが勝利しておりまして、小島選手なんと先制点も決められたんですよね。はい、ありがとうございます。はい、勝利おめでとうございます。この勝利で、ちょっと6月と7月の上旬の試合はなかなかこう勝ち星がつかない試合が続いたと思うんですけれども、この試合の勝利いかがですか？そうですね、久々の勝ちっていうこともあって、直近2試合やっぱり負けてるので、この試合はもう絶対に勝ちに行くっていう気持ちで臨んで、無失点で勝てたのでもうめちゃめちゃ嬉しいですね。そうですよね、はい、ご自身がこの先制点を決めたっていうことに関してはどうですか？そうですね、やっぱり点を取りに行きたいっていう気持ちもあって、であとは中盤からちょっと抜け出してっていうイメージも持ってた中での先制点だったので、やっぱり決め切ることができて嬉しいですね。今回のこの大分戦ではどういうことを意識してこうチームとしては試合に臨んだんですか？やっぱり相手に負けないっていうのがまず一個と、あとはもう本当に相手より動き回るっていうのがあったので、気持ちで負けないっていうところが一番大きかったですかね。その前にこの敗戦が続いていたっていうお話もあったと思うんですけれども、チームの雰囲気としてはどういう雰囲気だったんですか？そうですね、やっぱり敗戦続きっていうちょっと流れが悪いところもあって、ピリピリしてたっていうのもあったんですけど、やっぱりもう目の前の試合に集中してやるしかないっていうところで、みんなでモチベーションを上げてやっていったっていう形ですかね。この敗戦から見えた課題っていうのもあったりしましたかね？そうですね、課題はやっぱりいっぱいあるんですけど、やっぱり本当に個人個人でできるところを伸ばしていくっていうのが一番大きいかなっていうのはありますね。でもこの敗戦の悔しさをバネに、またこの久々の勝利っていうのは喜びもひとしおだったんじゃないかなと思うんですが、この勝利があったことでチームの雰囲気っていうのは何か変わりました？そうですね、やっぱり、その試合、自分が先制点入れた後とかから雰囲気は良くなってきたかなっていう感じもあって、でその後半が始まってすぐに、長坂も点を決めて、そこからまた勢いづいたっていう形だったので、結構いい感じで
試合を進められたんじゃないかなっていうのは思います。大分戦に関しては前半で小島さんが先制点を決められて、で後半に2点目3点目ということで3対0という試合運びだったと思うんですが、改めて小島さんの先制点のシーン、どういうシーンだったのか振り返っていただいてもいいですか。中盤、最初ディフェンスラインで、パスをつないで、中盤の、国吉選手にパスが入って、そのまま自分たちも裏を抜けられるタイミングだったので、裏に抜けて、そこに国吉選手からいいパスが来て、それを決めるっていうだけだったので、でもこのナビータの良さっていうのが出た先制点でしたかね。そうですね、本当にそれは思います。やっぱりこの無失点での勝利ができたということで、後半戦にもいい流れがいきそうですね。そうですね、本当にそれはもう無失点で前半終えられたっていうのは本当にでかかったと思います。このリーグ戦に関してまたしばらくちょっと中断期間があって、後半戦が9月の11日にまたスタートということなんですけれども、この後半戦に向けてこれからはどういう練習をしていきたいですか。そうですね、まずはやっぱりちょっと自分たちの個々のスキルアップっていうところと、体力作りっていうところをまずメインにやっていけたらいいのかなっていうのは思いますね。沖縄結構今暑い日が続いてるじゃないですか、練習は皆さん暑さに負けず元気にできてますか。今のところは、はい。小島さんは沖縄に来てこう何度目かの夏だと思うんですけれども、夏バテとかは大丈夫ですかね。もう最初に比べれば全然今はもう慣れましたね。なんかこう対策してることとかあるんですか、暑さ対策は。暑さ対策っていう対策はしてないんですけど、やっぱりあんまりちょっとクーラーに当たらないようにはしようかなとは。そっか、この夏場やっぱりこう一試合通して走り抜かないといけないということを考えると、普段からそういうことを意識した生活っていうのをしてるんですね。そうですね、あんまり体を冷やさないようにっていうのは思ってますね。そうなんですね。改めてまた後半戦に向けての意気込みも伺ってもいいですか。ですね、やっぱりもう今前半を勝ちで終わったので、この中断期間にいい準備をして、後半もいいスタートが切れるようにしていきたいと思います。後半戦リーグ戦が9月に始まって、また10月には皇后杯の予選も控えているということで、この大きな大会が続くと思うんですけれども、改めて今シーズンどんなシーズンにしたいか、小島選手目標も聞かせていただいてもいいですか。今シーズンはちょっとなかなか前半は自分も得点に絡むことができなかったので、もうこれを機にちょっと自分もどんどん点を取れるようなプレイヤーになっていければ一番いいかなとは思います。後半戦はどれくらいこう点に絡んでいきたいですか。そうですね、できれば1試合1点はちょっと目指したいところではあります。そうですか。小島選手のご自身の持ち味っていうのは、ご自身ではどんな風に評価されてますか。そうですね、持ち味、今だったら、ちょっと走るっていうのを目標に、走り切るっていうのを目標にやってるので、持ち合い通して攻守に関わらず走り切れるようにはしたいなと思ってます。じゃあこのスタミナ持久力っていうのはこう今意識して練習なさってるんですね。そうですね、はい。わかりました。後半戦もぜひこうチームを勝利に導くプレー期待して応援しております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではですね、この時間から小島選手にナビータシャッフルトークと題して、今日はお電話でリモートの収録になっておりますので、お好きな番号1から11の間でお好きな番号をおっしゃっていただいて、その番号の紙に書かれた質問に答えていただきたいなと思っております。では小島選手、1から11まで数字があるんですけれども、どの番号にしましょうか。11番で。背番号の11番ですね。はい。ではですね、11番の質問はこちらです。最近買ったものは何でしょうか。最近買ったもの。最近買ったもの。最近は、ワイヤレスイヤホンを買いました。新しくしたっていう感じですかね。そうなんですね。はい、イヤホン、じゃもうワイヤレスのかっこいいやつ使ってるんですね。
そうですね。この選んだポイントはどういうところだったんですか？色ですかね。おー、カーキ、マットのカーキの色なんですけど。へえ、すごいかっこいい。誰も持ってなさそうな、うん、これどういう時にどういう音楽聴くんですか？もう基本的には走ってる時とかに聴くんですけど、うんうん、まあ、ちょっとレベルじゃないや、テンポの速い曲とかを結構好んで聴くようにはしてるんですけど、はい、先ほどやっぱりご自身走り勝ちたいっていうお話もあったと思うんですけど、じゃあこのお気に入りのワイヤレスイヤホンつけて、こういうスタミナをつけるための走り込みっていうのも普段からされてるんですね。そうですね、一応、はい、意識してやるようにはしてます。じゃあその相棒でまた新しくこのワイヤレスイヤホンを購入されたんですね。はい、そうです、うん、使い心地はどうですか？めちゃめちゃいい感じです。そうですか。じゃあまたこういうことで気分を上げて自主練にもね励んでいらっしゃる様子がよく伝わりました。ではですね、最後にお時間も迫ってきましたので、改めて今ラジオをお聞きのリスナーの方にメッセージもいただけますか？はい、今シーズンがあと残り半分残っているんですけど、まあ、チーム全員一丸となっていい結果が残せるように頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。はい、期待して応援しております。この時間、小島選手ありがとうございました。ありがとうございました。ビクサーレ沖縄 FC ナビータ背番号11番ミッドフィルダーの小島千明選手でした。九州女子サッカーリーグはここから1ヶ月ほど中断期間を挟み、後半戦の再開は9月11日に南城市でゲームが行われます。後半戦のスタートもホーム戦となります。引き続きエールを届けてください。さあ、では今週は小島千明選手のお気に入りの1曲でお別れです。皆さんこんにちは、ビクサーレ沖縄 FC ナビータの背番号11番ミッドフィルダー小島千明です。後半戦に向けてチーム一丸となって頑張ります。応援よろしくお願いします。今週のお別れの曲は、ミセスグリーンアップルさんのダンスホールという曲です。とても元気な歌で聴いてて気分も上がってくるので、この曲に選びました。来週の沖縄アスリートにゾッコン